アーサー・クリストファー・オーム・プラマーは、カナダ・オンタリオ州トロント出身の俳優。彼のキャリアは70年に及び、映画、テレビ、舞台での演技で知られている。アカデミー賞、プライム・タイム・エミー賞2回、トニー賞2回、ゴールデングローブ賞、全米映画俳優組合賞、英国アカデミー賞など、様々な賞を受賞している。また、演技を獲得した数少ない俳優の一人で、 あり、唯一のカナダ人でもある。人生は、ビギナーズでは82歳で、アカデミー助演団優勝を受賞し、演技賞を受賞した最年長者となり、ゲティケノミの白金では演技部門にノミネートされた最年長者となった。彼が生涯を通じて出演した作品の数は、映画119作品、テレビ79作品、舞台17作品である。 曽祖父は第3代カナダ首相のジョン・アボット。ピアニストになるために勉強していたが俳優に転校し、カナダの舞台で活躍する。1953年にはブロードウェイデビューし、1958年から上演された JB でトニー賞にノミネートされる。1960年代にはロンドンに移り活躍。 1973年にはブロードウェイに戻り、シラノで主演を務めて、トニー賞ミュージカル主演男優賞を受賞した。映画、サウンド・オブ・ミュージックにて、ジュリアンドリュースとの撮影シーン映画デビューは1958年。以来、テレビ、映画、舞台、ラジオと幅広く活躍している。日本では、ジュリアンドリュースと共演したミュージカル映画、 サウンド・オブ・ミュージックのトラップ大佐役、空軍大戦略で、コリン・ハー・ベイ・少佐役を演じたことや、スター・トレック・シックス・ミチの世界で、チャン・ショー軍を演じたことで知られている。はじめは、歓声な顔立ちと美声を生かし、歴史ドラマやサスペンス映画で知的で重厚なキャラクターを多く演じたが、一転して、サイコスリラーの名作、サイレント・パートナーでパラノイア傾向のある不気味な、 犯罪者を演じてからは、1970年代、後半より、悪役や強烈な悪役として登場することが多くなり、性格俳優として、脚光を浴びる。1990年代は、マルコム X など、複数の映画にも出演するかたわら、主にテレビでの主演を重ねていた。2000年代に至ると、ナショナルトレジャーや、シリアナなど、 再び映画でおびただしい数の作品に出演した。晩年期母国カナダにある、プラマー、名声の歩道近年では、カール g さんの空飛ぶ家、ドクターパルナサスの鏡などに出演。同年の、終着駅、トルストイ最後の旅では、第82回アカデミー賞助演団優勝に、ノミネートされ、2011年の、人生は、ビギナーズで、 第84回アカデミー賞助演団優勝を受賞した。82歳での受賞は演技部門の受賞者の中では最高齢である。劇機の身の代金にて第90回アカデミー賞助演団優勝にノミネートされ、88歳で演技部門でのノミネート最高齢記録を更新した。2021年2月5日、コネチカット州にある自宅で死去した。死因は、 妻のエレイン・テイラーによると転倒に伴う頭部打撲。91歳坊津。3回にわたって結婚した。1956年に女優のタミー・グライムズと結婚するが1960年に離婚。二人の間の娘、アマンダ・プラマーは女優になった。1962年にジャーナリストの女性と結婚するが1967年に離婚。 1970年に女優のエレイン・テイラーと結婚し、以来コネチカット州ウエストに住んでいた。ありがとうございます。